Congratulations! Yay! I was born here, raised here. Woo! もう裸で来てもいいくらい。頑張るね。Forever 21! ご紹介は、香川さらです。イエイ。今日は私の地元お庭の中の東京タワーというところに来ました。私はここで生まれ育ちました。I was born here, raised here. Woo! 東京タワー綺麗だよね。特に冬晴れの東京は素晴らしいです。セイラってロサンゼルスにいなかったの？そうだよ、ロスにいたよ。ちょっとコロナでちょっと帰らされちゃったよ。もうなんてこったよ。もう、もう大変だったよね。マジ家でなんもう朝から酒飲むしかないって感じだから。何にもすることない感じ。ホームステイ、ホームステイでしょ。ホームステイじゃないよ、ホーム、ステイホームだ。ステイホーム。もうマンションから出られないし、スーパーしか行けないし、ジムも全部閉まっちゃうし、それでロックダウン入って家族がアメリカやべってなって、帰ってくる時じゃねってなって、っつって、ちょっと待って、私今一人暮らしすげえ楽しんでんだけど、そう、1週間でマンションの全部パッキングして全部倉庫に入れて、もう超大変だったね。綺麗だよね。子供がいる。そうそう、子供いっぱいいんだよ。保育園いっぱいあるから。地元だからいいね。本当よ。生まれたのもこの辺？生まれたの日赤病院。そっか、広尾。広尾から芝公園とか。愛育保育園、うん、麻布幼稚園、麻布小学校、六本木中学校、高校精神女子学院だから広尾。全部ここら辺よ。超天気いいじゃん。今朝ね、曇りだったからね。大雨か晴れだったらやるよ私。曇りはちょっとさ、いらないよ、曇りの。大雨とかバイブス。強風とか面白いね。面白いね。やりたいね。曇りだけは伝わんないんだよ。曇りだけ伝わんない。伝わんないっていうか、もうつまらないね。何も面白くないもん。セイラはなんかね、YouTube とかやる気あんのか。やりたい。でも自分でやる自信がなくて、一人で全部編集とかも大変だし、一人喋りもすごい恥ずかしくなっちゃうし。今喋ってんじゃん。あなたがやるか。俺が行く。一人でこういうのずっと喋れない。ちょっとどっか座ろうよ、疲れてきちゃった。もう疲れたの。当たり前だ、おじさん51歳だよ。セイラ何歳だっけ。Forever 21! Forever 21! 犬の散歩禁止になってるよ。本当だ。こっちだけじゃない、お寺だから。うんこまぎれになっちゃうと嫌じゃない。増上寺。増上寺綺麗ですよ。増上寺は今完全に今年は来た。初詣もう来たよ、うん、来た来た。毎年来るわ。すごい人来るんだから。お守り買いたいんだよね。お守り買おう。お参りはしないけど。お参りしないの、失礼じゃない。せっかく来てはーいって言っとけばいいね。恥ずかしい。神様に何が恥ずかしい。もう裸で来てもいいくらい。捕まるね。今日何食べたの、お昼。今日は火曜日だからお手伝いさんが来たから、うん、ブイヤベースの出汁に取ったセロリと人参を食べた今日。めっちゃうまかったよ。自分で料理しないの。するよ、自分一人だとね。お手伝いさんの時お手伝いする。そう。俺コンビニで飯食ってんだよ夜。やだ、今度来てね。セイラと結ばれるかも。やだ。なんで嫌なんだよ俺。やだよ。しげしゃじゃあ、次は東京タワー行く。行こう。
わお。桜が咲いてるとめっちゃ綺麗なんだよ。だいぶ変わったね。綺麗になったでしょ。うん。あーって感じ。下に来ないよ。何メートルかしてる？333? おー、そうだね、正解だ。あ？正解。あ、いやでもさ、ヒルズの方が低いんだけど、あそこにさ、うん、高く見えるじゃん、ヒルズの方が、うん、なぜだかわかる？あれ？クイズ？ヒルズ？あれヒルズ。あれ、トラノモヒルズでしょ。あれ、六本木ヒルズじゃないの？あれ、六本木ヒルズ？六本木ヒルズもっとこっちじゃん。あ、そっか、間違えた。だよね。うん。皆さん、番組登録とグッドお願いしますね。グッド。うん、あ、違うわ。こうだ。あれ？じゃあ、こうだ。金ですよ。よろしくね。